番組最後は名古屋市審査会にあるデザインホテル W ジップクラブ。優雅でとても落ち着ける部屋や可愛いおしゃれな部屋が用意され、リピーターが多いホテルです。低価格でアメニティも充実、手ぶらで利用できるのも特徴です。今週から薬師寺がこのホテルの魅力をリポート。さあ、今日はですね、新しく参戦しますですね、名古屋市審査会にありますね、ジップホテルジップさんにお邪魔しました。審査会ってうちのジムと同じ町名じゃん。めっちゃ近いというね、多分歩いても来れるっていうね、これから多分家出してくるんじゃないかなっていうね、いいことも考えられます。今回からですね、ホテルジップさんはこういう若手のですね、スタッフさんが結構多いということで、毎回出ていただくことになりました。はい、はい、お願いします、はい、今こういうホテルでも検温とこれはやるんですね。そうですね、こちらを検温していただいてからお部屋選びいただく形になります。これで、消毒と。そうですね、ね、はい、そして、はい、とこちらも気になる方は手袋をしていただけるように、はい、ご用意しております。そこもね、徹底してるってことですね。はい、はいはい、なんかここのジップさん ものすごいこう人気が、この業界でも人気があると。はい、そうですね、県内ではもう何ていうんですかね、コンセプトも部屋によって、はい、フロアによって、はい、数多く、はい、コンセプトを揃えて、やらさせていただいてるので、はい、落ち着いてしまって、ね、はい、そうですね、こちらで こんだけ部屋数 何部屋、全部で51部屋ご用意しております。51、はい、でこんだけしか空いてないの今。そうですね、はい、準備中だったりとかで。51で2ってことは40、はい、これどう、ですね、販売、こちら無料で貸し出しさせていただいてる。貸し出しがあるんですか。はい、そうですね、ボディーソープ、そうですね、クレンジングオイルだったりとか、はい、部屋にも置いてあるのは置いてあるの。そうですね、部屋にもご用意はあるんですけど、こちらは別で、はい、そうですね、こういうね、別で、はい、メーカーのものがね、そうですね、自由に持っていける、はい、そうです、こちらのカゴに入れていただいて、お部屋の方に、はい、お持ちいただけます。嬉しいサービスですよね、はい、はい、そしてこういう、そうですね、こういう消臭剤だったりとか、あとは、化粧水だったりとかっていうのも、はい、こういうのも貸し出しがあると。そうですね、はいはい、そしてこの辺がコーヒーですか。こちらが、ですね、うん、お茶と水と紅茶をご用意させていただいてまして、うん、こちらがコーヒーになりますね。これも無料。そうですね、こちらも無料で、あとアイスもご用意させて。無料。そうですね、お一人様1個までで、ね、嬉しいですよね、はい、ホームランバー、これアイスクッキーで、これも無料で、基本的には日替わりではないんですけど、毎回種類を変えさせていただいてます。はい。で案外さ、その来たアベックで、カップルが来てさ、はい、彼女の方で言ってる場合かって言ってる場合か。多分見てるここの僕のね、ゴルフ仲間のファンの子もね、あとここ利用する人も多分今回のね、この放送すごい見てると思うんです。はい、注目してると思いますんで、はい、私の顔を立てて、はい、ここで一つですね、ジップさんからドンとこの視聴者に、まあ、はい、ちょっとプレゼントをお願いしたいんですけど、はい、いいですか。今回、見ていただいたお客様に、はい、お部屋 30% オフ と、お食事半額という形で、はい、はい、と、まあ、1万円のところであれば7000円、はい、そうですね、で食事だと、食事を、まあ、例えば5000円したとしたら2500円、そうですね、半額、はい、そちらやらせてもらえるんですか。はい、やらせていただきます。限定何名様にしましょうか。見ていただいた方、いいの、合言葉いいの、全員で、いただいた方で、はい、部屋埋まっちゃうよお願いします。すごいよ、本当に、はい、お待ちしております。そんであれだよな、よかった、合言葉決めようか。はい、はい、合言葉僕が決めてもいい、まあ、はい、最初なんでちょっとややこしいの、のはいけないんで、はい、じゃあ、やっぱりね、こういう場所なので、薬師寺流でポン、これでいきましょうか。よろしくお願いします。薬師寺流でポンといった方には、はい、ね、はい、部屋代 30% オフ、そして食事代が半額になるんですね、はい、俺も並んでたりしてれば、ね